さあ、頑張ってやる。セイ。やってた人の入りやな。ああいうのができないよ。この入り方、このさあ、おはやない。ああ、俺の勝ちや。菅平はですね、非常に面白い地形をしてまして、こっちがまあ太郎で、天狗で、あとなんかあのファミリーゲレンデとかあって、でなんだっけ、ちょっとど忘れした、あのなんとかコース、さっきまで滑ってたコースあります。あれ、このここ頂上でもう360度どこでも滑れるっていうような地形してて、であっちの山の向こうがあのダボスエリアっていうところで、これがあのパインビークの方ですね、はい。で、あの真正面に見えるのが妙高山になってて、すごい景色がいい。今日はあのね、天気良すぎて、あの日本海の方も見えますね。で、あっちの方が白馬の方になってます。すげえ、今日めちゃくちゃ天気、雪もめっちゃ硬くてすごい滑りやすい。スーパーゴールドは本当に年に数人しか受からない。うん、そう、 SIA 一種目でも落としたら終わりだから。そう、え、知らん。なんかほぼ非常に斜面が片斜面になってて、滑り応えのある斜面、めちゃくちゃ難しい、で上から見るとすごい急なんですよ。で下から見るとそんな大したことないんですけど、まあこのね、急斜面は割とシーズン中盤になってきて慣れてきてはいるんで、ただね、その硬い、マジで掘れないし、この雪がこのじゃがいもとまでは言わないけど、このなんだろう、かき氷のあのまっついかき氷屋さんのあのしょうもないかき氷、ああいう感じの雪質かなと思います。このね、300円払って、300円ちゃうわ、あの400円500円払ってこれに宇治金時とか乗ってると、ちょっとね、あのやめてってなる感じのね、あのかき氷かなと思います。かき氷ちゃうわ、かき氷レポートだっていうや、あのね、そんな感じかな。雪が硬い、ちょっと緩んできたかな。でもパインビークか、そんな人いないかな、急斜面の方は。これ貼ってある、はい、いつでもいいよ。はい、固い雪をうまく滑ってもらいましょう、全日本選手の。ちょっとうちかな。今日ね、あの菅平の方に来てまして、まあ、天気すごいいいですね。もうすごい紫外線をものに浴びるような天候というか、もう雲一つがない快晴でございます。はい、まああのね、今日こんだけ天気がいいからスキーの方も気持ちよくね滑ることができてまして、まあ滑走中ね、人がちょっと多いので人に注意しながら滑っていきたいなとは思うんですけど、まあハイシーズンかどうかは分かんないですけど、まああの雪もちょっとね、めちゃくちゃ硬かったりとか、まあ、ところどころ春っぽい雪も混じってたりとか、まあ、そういう状況かな。はい、でもうちょっとで3月入るんで、そんな感じで、まあ、ゲレンデの状況をお伝えできればなと思います。あっちの白馬の方の、ね、山がすごい綺麗に見える。ゲレンデから菅平見ることは多分できないと思うんで、まあ、この菅平から逆に白馬見えるっていうね、そういう状況かな。お昼になってこの
雪の変化がすごい。もう春の雪、完全に。まあでも下地がしっかりしてるからまだね、全然大回りとかできるかなって思うんですけど、なんせ人が増えてきたからちょっとゆったりめに滑った方がいいかなとは思います。まあ、こう安全にずらして大回り程度も、まあ、このずらしの中でポジションとか作ってって整えていくみたいな練習もいいかなとは思うんだけど、すげえ滑りやすくなった。雪がだいぶ柔らかくなったな。ちょっと外しすぎ、こっちが見る角度なのか、見なくなる。うわ、クズやな。あった。まあ100円という値段で無料での活動はご遠慮ください。そんな感じか。お前100円課金してピッとやればペッ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 とスタートできるという仕組みでございます。知らんけど今日はいいね。100円玉がない、100円玉がない。 OK、 はい、ちょっと大変なのこういうの、うん、ちょっと分からなくていいこれ、ポールの横をさ、うん、どのタイミングで抜けたい。山回りで抜けた方がいい。そう、山回りできるだけ半後半で抜けたい、うん、あれ、さよ、上から入る感じ。ポールのところで回ろうとしない。ターン後半でポールが過ぎる感じ。いいんじゃない？いいよ、いつでも。の間まで出ればいいから。普通に滑れてるやん。どこや？ウェーブは捨て物やな。あれ、
手がいらない。おー、ちょっと打ちやぞ。これエッジワックス塗ろうか。この雪むずい。ちょっと遠い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 。おお、あ、ちょっとずれたね。これ雪むずい。九州動作しない。九州動作しない。あ、これ毒か。ちょっと前半軽くね。テンションが後半な気がする。ちょっと水が消えた。はい、うんうんうん、うん、はいはいはい。